あ、トラちゃん。見えますか？見えるのかな？こっちだったあ、こっちだったって言われてる。そりゃそうだ。トラちゃんがあそこに移動したよ。大丈夫ですよ、始まりましたよ。あ、始まりました。始まりました。お、聞こえますか？聞こえていますかね？大丈夫かな。多分見えます。猫、猫あ、見えてる見えてるって。大丈夫ですか、はいはい、こんにちは。なんかたくさんいろんな方がコメントをしてくださっている。嬉しい。はい、ということで30分のライブストリーミングを始めますちょっと初めてで、ツーさんも緊張しており、かつ昨日あの、じゃあちょっと一回リハーサルしようって言ったらそれが流れちゃって、まさかのこう放送事故でですね、こう出すつもりがなかった動画が流れ、ライブが流れちゃったっていうね。そんなこともあってツーさんがすごいショックを受けて昨日は一日落ち込んでたんですけど、今日は頑張りますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあでもたくさん日本の方が見てくれてるのかな、嬉しいな。で、ただちょっとね、英語とかの方もいらっしゃるので、ちょっとですね、基本的には今回は日本語で、ずっと30分やりますが、英語でねちょっとご説明だけしようと思うので、ちょっと一瞬お待ちください。 So hi everybody、thank you for watching、I know there's so many of you who doesn't speak English, but、I only speak English and French and other than Japanese, so、I'm gonna explain this event in English anyways.So basically, this is live streaming, which means it's live, so we can't add the subtitles. So I think you won't be able to understand the contents, even though if you're gonna watch it, which we are very sorry about. But once this live is over,We're gonna upload this as a normal video with subtitles. So once it's done, I think you can understand fully. But it takes probably 1 to 2 weeks to add the subtitles. So sorry to make you wait, but we promise that we're gonna do it. But after this live streaming, we are going to have a, video premiere, which means it's just like a normal video, but we can communicate in chatting. And it's chatting, so we can understand your own language by using the translator. So feel free to add your comment, and we try to respond to you as much as possible.So, if you're not gonna watch this live streaming, I hope you're gonna come back for the video premiere to enjoy it together. Okay, so let me switch back to Japanese. ということで、急いで話したから緊張しちゃった。ということでですね、今回は、のみの市のプレミア動画をご紹介するということなので、のみの市についてね、皆さんでお話ししようと思って、いろいろ質問を先に募集しました。ただなんか皆さんすごいいっぱいたくさんいろいろコメントもいただいているので、まあもしそちらでね、こういただいたコメントで質問があればそれも返していって、でまた先にいただいていたやつがもし間に合わなかったら、それ私の方で個別に、お返事しておくのでご心配なく、ということでツーさんが、はい、皆さん、質問を出してくれます。はい、なんか皆さん、マミコの英語かっこいいとかいろいろおっしゃっていただけてて、いやもうちょっと今緊張しちゃった久しぶりに喋ったはい、じゃあ質問を、読ませていただきますね。はい、はい、
まず、飲みの一番すごい良かったのが、飲みの市で一番良かったものはっていうコメントでしたね。良かったもの、あ、はい、ですね、ちょっとここになのでご紹介しようと思って出してみたんですが、よいしょ。まあ、一番ですね、一番我が家で頻度が高いこれっていうのは、まあ、なんかすごいそうかなと思っていて、これはあのまだパリに住む前にロンドンにいた時に、バンブーの飲みの市に来た時に買った1枚1ユーロのだったクレイユ・モントローのさですね。その時は本当にクレイユ・モントローとかも知らなくて、単になんかこう雨がザーザー降ってて箱の中にポイって置かれていて、これいくらですかって、もう1ユーロで持ってけみたいな、そういう感じだったからあ、そうっつって買ってきたんですけど、でそれを使っていたら、お友達がお家に来た時に、そのお友達がプロのブロカントのお仕事をしている方で、これすごいいいお皿だよって言われて、そうなんだっていうこと でなんかここね、この柄が日本っぽいものも合うし西洋っぽいものも合うので、我が家で多分一番頻度の高いお皿ですね。でこれがまずそれでしょ。でこのお皿はなんかあの私がすごい大好きなバスクの柄のものなんですけど、これもたまたまね行ったブロカントで、やっぱり箱の中にポイって1枚だけあって、で特にこれはジアンのものなので珍しいらしいんです。柄もちょっと手書きっぽいっていうのもあって、これもやっぱ1-3ユーロぐらいで買ったやつですね。でなんかね、この間インスタのコメントにいただいたんですけど、この柄のお皿の写真を出したら、なんか先日平安飲みの市に行った時にこのお皿があって、でそしたらその横にいたマダムたちが、マミコ柄のお皿があるわっておっしゃってましたよって言われて、そんなマミコ柄じゃないんだけどと思ってまあでもそんな感じで皆さんにも認知していただいてすごい嬉しいんですけど、これすごい気に入ってます、はい。でそれからよいしょ、このティーカップはね、やっぱ何度もお見せしてますが、このミントンだと思ってたけど実はサルグミンだったっていうこのお花の柄のやつはすごい気に入っていて、で繊細なのですごいこうなんか優雅な気分になれるということで、ツーさんが一人でなんかこれでお茶を飲んだりとかしているっていうこともあります。なんかさっきのバスク柄のお皿は13,000円で売ってたらしいですよ。えごめんなさい、あ大丈夫、はい。でなんかちょっと お茶飲んだなんかね、今コメントでなんか後で全然いいんだけど、まみこさんが、はい、一番初めに買ったアンティークのお皿は何ですかとかっていうのがありましたね。あとん一番大丈夫、なんか一回ちょっとちゃんと飲んだら大丈夫だよ、落ち着いてなんか何かが詰まっちゃう、すいませんめちゃくちゃ緊張しています。なんか、緊張してるか、なんか詰まった大丈夫はい大丈夫大丈夫大丈夫。そうなんか、うん、さっきのやつは13,000円で売ってて、うん、なんかかなり高いね、だから日本で買うとね、すごい。そうで、まあ、これがすごい気に入ったっていうのもあって、この他のこれもサルグミーヌだとか、これはなんだっけ、これはちょっと違うこれはなんか私変な声になってる。そうだね、ちょっと待ってねすいませんよいしょ、はい、どうぞ。大丈夫大丈夫大丈夫すいません、なんかめちゃくちゃ大丈夫ですね、めちゃくちゃに緊張してるね、バルコね、すごい緊張してる、なんかすごい喉に詰まったのこれがね、大丈夫です、はい、うん、大丈夫いける気がする。まあ、僕がなんか喋った方がいい大丈夫で、なんでこの、デポブラウンウエストウエストヘッドモアっていうやつとかも買ったりして、ちょっとずつコレクションしていますでしょ、うん、よいしょ。でそれからまあ、なんかこのラビーって言われている
この長細いお皿もすごい気に入っていて、これは割とやっぱりこう生産量があんまりないからそんなにこう売ってないらしくて、だからこう見つけると割といいものをなるべく買うようにしています。で、なんかね、なかなかこういい状態のものが見つかりにくいんだけれど、これとかはピレロイゴッホのやつで、結構なんかこのちょっと素朴な感じが気に入ってて買ったりとか、これ結構前から持っていて、これどこで買ったんだろう、もうちょっと忘れちゃったんですけど、こういうものを使っていて、なんか長細いお皿があるとアクセントになるので結構気に入ってます。はい、であとはよいしょ、このね鳥のこの鳥のやつは、これは買った時の動画をお見せしていると思いますが、これは結構気に入っていて、なんかこの鳥を買ってからうちに動物グッズがこう増えたっていう、そうね、アクセントになって可愛いからね、うん、結構なんか動物増えててね、うちももうすぐ動物園になるっていう話かもしれませんで、あとこのこれ、これはこれも買った時の動画があると思いますが、これはですね、このうちの猫2匹がものすごい気に入っていて、本当に代わり番号に入ってるんです。なんかちょうど多分サイズ的にもちょうどいいね、きっとね、うんうんうん、で、まあなんで買ってよかったって、私がよかったっていうよりは猫がよかったって言ったりするんですけどこれもすごい気に入ってますねっていう感じかな。はい、はい、今ちょっと、ざーっとごめんなさい全部終えてないんですけど、コメントでいただいたので、はい、まずマミコの今日の洋服が気になるということで、あ、そうこれはですね、これはモノプリでモノプリでさらに安売りしてたから買ったっていうね、うん、30ユーロぐらいでもすごく多いよね、うん、ものすごい香りと思った。そうなんです、うん、でそれも朝だからすごいこう今日ねすごい34度とかあってすごい暑いんですけど、やっぱ朝だから着やすくて気に入っています。はい、あとね、僕の一番好きなものは何ですかっていうコメントがあったんですが、はい、僕的にはやっぱりこのミントン の, あ の, そのあブルーのやつそのブルーのやつあるじゃない、どれ下に、ね、一番それじゃなくて、あ、これ、まあ、そうミントン の, そのブルーの今マムコは持ってるやつ、ミントンじゃなくてバサルが見える、じゃあそれじゃなくてその、2個重なってるうちの下、あ、これそう、俺これそれ結構好きなの、あ、そうね、これもサルクミンヌだよ、うん、なんかそう、なんかブルーが入ってるのが好きなんでしょ、うん、なんかリッチな気分になる、それを飲んでお茶してると、そうだね、一人でいつもリッチな気分になるっつってお茶飲んで、なんか優雅な時間だなって思って楽しんでそう、そうなんですね、はい、であとじゃあ次の質問いきますね、ごめんなさい、はい、ちょっとごめんなさい、ちょっとコメント全部見切れてなくてごめんなさい、次いきますね、ブロカントに行く時の場所の選び方についてです。フランスのブロカント情報が見られるアプリを持っていますが、今一つ見方がわからないのです。マミコさんたちはどこからブロカント開催の情報を得て何を基準にここに行ってみようと決められてますか、また飲みの位置情報の調べ方のコツなどがあれば教えてください。スーさん、私携帯がここにありません。あ、すいません大丈夫そこ大丈夫、お茶飲みなさい、お茶飲みなさい、はい、分かる、まあそういうこともある、皆さんなんか待ってるよっておっしゃっていただけてるからゆっくりやりましょう、ごめんなさいね、本当にちょっとうるさくて、すいません、お聞き苦しくて何だろう、何か詰まったのかな、ごめんなさい、くるみとトラはですね今、撮影しようと思って頑張ってカメラを設置したものの、もう彼らは今日は暑くて嫌だということで そこら中に散らばっております。クルミとトラを見たい人本当にごめんなさい、見れるようにしようと思ったんですけどどうにもなりませんでしたなんでこんなにちょっと落ち着いたら、なんか俺もなんかなんだろう、ちょっとこう、あ、ガラスに2さんが映ったって、ガラスに2さんが映った、もうガラスの話はもう本当に無理だよね、なかなか。アメちゃん舐める。なるほどね。そう、そうだね。アメちゃん舐めようか。ちょっとアメちゃん、じゃあ。でもアメちゃん大丈夫？アメちゃん、アメちゃん。あの、龍角さんみたいな。そうね。アメちゃん。風邪ひいてるんじゃないんです。なんか何かが詰まって喉が。緊張してんだよね。
いやもうさすがに緊張はしてないんだけど、すっごい何かが詰まってる。そうなの。魚の骨的な。魚の骨？あ、じゃあ龍角散をじゃあ、はいどうぞ。龍角散です。はい、はい、ありがとうございます。スタッフ龍角散をです。いただきます。はい、ありがとうございます。なんか咳トラブルでもうみんな喜んで、ありがとうございます。本当にごめんなさい。グダグダでごめんなさい。大丈夫？うん。龍角散は日本から持ってきて。はい。なんだっけ？はい、ブロカントの調べ方。うん。アプリだね。ですね。よいしょ。私はいつもこの携帯に入れているアプリが見えるのかな、これ。一応見えるから後で。ビットグルニエ ORG っていうこのオレンジ色のやつ。ちょっと待って。今見るわ。うん、はい、ちょっと待ってね、これにどれ見せて、これこれ、うん、はい、もう一回見えます。これは使ってます。で、これは結構あのブロカントのプロのお友達がみんな使ってるって言ってる人が多くて、なんで多分一番人気なんじゃないかなと思うんですけど、よいしょ。で、これを開くと、よいしょ、こんな感じ見えるのかしら、通算。通算。あ、ちょっと待ってね。すいません。スタッフが足りてないっていう。そう。トラちゃんもちょっと。もうちょっと上にしてもらっていいですか。はい、そのぐらい。はい、こういうふうに、ん、出てきて、まあ、フランス語なんですけど、うん、で、この一番上のこの、 あの虫眼鏡マークみたいなところを、うん、あれ消えちゃった。こう押すと、よいしょ。こうやってね、出てきて、この一番上にこうパーリーとかって入れるわけです、うん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 、そうすると、ちょっと待って、パーリーと入れると、よっちょよいちょ、あ、一くなっちゃった、まあいいや、よっちょよいちょ、あ、一くなっちゃった、まあいいや。で、こういう感じで、いろんなこの土曜日、日曜日、来週とかっていうのが出てくるので、うん、その中でこう出てきて自分家に近いとか、これは良さそうだっていうのを探します。で、ビットグルニエっていうのだと、割とこう一般の人も出てるので、安い掘り出し物が見つかりやすいけれど、こうあんまり、なんだっけな、うんっていう時もあるし、ブロカントっていうのだと基本的には割とプロフェッショナル人のが多いので、まあ旅行とかで行くんだったら、でアンティークを絶対買いたいと思ってるんだったらブロカントに行った方がまあ安心というか、まあいいものが見つかりやすいんじゃないかなと思います。はい、はい、あとあれだよね、あの地区とかでも結構判断がつきやすいよ、ね、11区とかさ、9区とかさ、あ、そうね、うん、なんかちょっと素敵な感じのところだとやっぱりいいのが出やすいっていうのがあるよね。そ う, そ, う そ, う、うん、そうですね、はい、まあ、そんな感じかな、はい、お茶を何を飲んでいるの。お茶は緑茶の冷水水出しです、はい、あとリング何ですかって、これ、うん、これはブルートルマリンです。ブルートルマリン、はい、どこのリングですかって。上野の御徒町。あ、そう、御徒町ね。いつもの御徒町ね。はい。はい。はい、次が、寒さ対策、暑さ対策で持って行った方がいいよというものなどはありますか。短い旅行中でも行けるおすすめの飲み道を教えてください。基本的には、まあ、夏は、やっぱり日差しが強いので、こう例えば20度台とかでも日差しが強いと結構日焼けしたり暑かったりするので、日焼け止めは塗っていくとこと、あとは冬、あとサングラスもね、だから日差しが強い日はあった方がよくて、冬はすごく底冷えする、なんかこう特に日陰とかだとすっごい寒いことが多くて、私もなんかアグとか入っていっちゃうぐらいなので、高い格好をするってことですかね。でお店の人は結構なんかあまり適当な袋とかしか用意しないことが多いので、あ、トラちゃん、トラちゃんおいで、トラちゃん来た、いいや、よかった、トラちゃんって、トラちゃんカールってほら、にゃってにゃってしなさい、にゃってしなさい、あ、じゃじゃじゃ、はい、ここにいたら、いなさい、基礎化、マミコの基礎化粧品は何ですかとかっていうお話も、にゃにゃこ、
何でしたっけ、袋を持っていくといいと思います、はい、で短い旅行だということだとやっぱり週末絶対必ずやっているバンブーのもみの味に行くのが、まあ、いいものが揃っているし、みんなプロフェッショナルなのでおすすめかなと思っています。はい、すごいいろんなコメントを聞いて追えなくてごめんなさい、すいません、なんかいろいろ言って、僕あのサッカーはそんなに見てないですサッカー好きですかっていう、僕サッカーはそんなに見てないですよ、ね、はい、そんなに僕はスノーボードが大好きなので、はい、エクストリームスポーツが好きです。はい、じゃあ次の質問で、トーラちゃちょっともうグダグダ、日本のアンティークマーケットやのみの市ではお値引きおまけはほとんどしてもらえません。そちらのみの市は大体どれくらいまでお値引きしてもらえますか、また最大おいくらまでしてもらえましたか。はい、うん、基本的にはこっちだとすごいこう交渉するのが割と普通なので、まあなんかいいねで買うとそんな感じだから、まあ40って言われたら、うん、30とかから始めるのはうちは結構いいかなって感じで、ただやっぱりプロのところだと結構もう値段が決まってるからそんな引いてくれなかったりするでかなっていう、だからまあ人によるっていうのもあるんですけど、うちはまあ大体10ユーロちょっと安めに話してみるって感じが多いかね。そうね、うん、でさ一番値引きになったのってなんだろうね、そんなすごい惹かれたことはないから、そうね、うん、まあお互いがなんか耳だといいよね、あの売ってる方もそうだし俺らも得したっていうのが一番いいよね、うんうんうん、はい、じゃあ次は、うん、以前マミコさんたちが購入されていたアンティークのミントンのティーカップが欲しいのですが、なかなか日本では見当たりません。あれはやはり貴重なものなんでしょうか、そちらでも人気商品なんでしょうか。うん、なんかやっぱり人気みたいであんまり売ってないし、こう繊細なので割れやすいらしく、こうなかなかいいコンディションのものはなかなかないんだよって売ってる人も言ってました。で、こうそうね、だから私とかも見つけたらすぐ買わなきゃって感じだし、実際そうやって買っている人の話も聞いたので確かに人気なんじゃないかなと思います。そう、はい、そうですね、なんかすごい、なんか3300人も参加していただけてるとか言ってすごいね、うん、すごいね、ありがとうございます、にゃんと見ていただいて本当ありがとうございます、はい、そうですね、飲みの市ではやはり現金払いがほとんどでしょうか、カード使ったことありますか。カード使ったことはほとんどないかな、やっぱりプロのところだとたまにカード使えるところあるんですけど、ビットグルニエっていうそのフリマみたいになったら個人の普通のね、その辺に住んでる人が出してるので、うん、まあ絶対的に現金、小銭がいるかなっていうお話もあったけど、別にお釣りが返ってこないってことは基本的にないけど、そうね、でも個人でやってる人とかだったらやっぱりこう分かってないから大きいお札で出されると困るって言われる時もあるので、まあなるべく小さい普通に10、20とかっていうお札と、あ、5ユーロとかもあるといいし、ちっちゃい1ユーロ2ユーロとかはあるとまあ買いやすいかなと思います。そうね、うん、なるほどなるほど、フランスで、ブロカンというマルシェを撮影されている時、別の撮影中の日本人 YouTuber に会うことはありますか。お知り合いもいらっしゃると思いますが、その時どうされてますか。会ったことないよね。そうなのよ、意外にはないんだよね、一回もない。なんか、まあ、うちあんまり飲みの市そんなに行ってないっていうのもあるかもしれないんですけど、会ったことなくて、まああのね、見てくださってる方でいつも見ていますっていうふうに声をかけていただいたことが結構あるんですけど、他の人が撮ってるの見たことはないかな。そうなんだよね、うん、ちょっとなんかすごいなんかいろんな、はい、本当にすごい大量のコメントいただいて本当にごめんなさい、なんかいろんなの書き留めてるんですけど追いつけてなくてごめんなさい。買い物で夫婦喧嘩したことありますか。ありますよね、全然ね。なんかあったっけ。ないか。ない、買い物はないか別に、うん、それ以外だとものすごい恐ろしい喧嘩をよくしてるけど。そうね、だから買い物は意外とそうだね。買い物は別に、あ、でもツーさんは私の買ってるものをなんか何でもいいんじゃないとか、あとなんかこれ似合うかなって言って似合わない時は、お、なんかすごい、あ、ニャオマルツさんから、ありがとうございます、なんかすごいあれが何かをいただきました、ニャオマルツさんに、すいません、課金していただいたってやつですね、これは投げ銭か、
あといいねをか ありがとうございます。生猫もそうなんです、チャットが早すぎて追いつけてありがとうございます。なんかこの後プレミア始まったら2大体制でっておっしゃってる方がいたんだけど、でもこれはもうライブは15時、あと5分で終わっちゃう、そう、あと5分で終わっちゃうのよ、あと5分で終わっちゃって、その後はもう僕らもそっちにライブの方に移動して一緒にコメントを頑張って書きながらって感じなんですけど、はい、アーカイブは残す予定です。はい、ただ字幕をつけたりしなきゃいけないので、ちょっと時間が時間がちょっとあれなんですけど、はい、そうなんで、こうまあなんとか頑張ってコメントをお返しできるようにそっちではしようと思ってますがっていう感じですかね。はい、あ、スパチャットまた、ありがとうございます。すごい、はい、ありがとうございます。ああ、よかったさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。次か、アンティークのものを買うときの、あ、じゃあごめんなさい、これが欲しいとなって諦めるときもあると思うんですが、あのとき購入していればよかったと未だに考えるものはありますか？なんか、前にグラス、ワイングラスをずっと探していて、で、それがこう、600セットとかで売っていて、北極もいらないなと思って、ってちょっと考えようと思って、翌日も買えたらもう売れてて、すごいショックで、で大体グラスなんて割れちゃうんだから買っとけばよかったのにって、それから多分半年ぐらいずっと言い続けてたんですけど、でもなんか最近ね、あ、なんかすごい丸尾京さんから、ありがとうございます丸尾京さん。ありがとうございます。やったー、ツーさんの機材を、あ、またマリアフランシスカ、Thank you so much、グラッチェ、Thank you、うん、すごいです。っていう感じなんですけど、そうだから最近新しく違うものをちょっとずつ一個ずつで買ったりとかしてるから、そのことはもう忘れました。はい、アンティークのものを買う時の基準、でももうあと3分しかないから、あと3分、じゃあそろそろ、じゃあごめんなさい、ちょっと全然答えられなかった、ちょっとごめんなさい、いただいたやつ、前にいただいてる、質問の方は、インスタとこっちとで、いただいてたやつは私の方から個別にまたお返事します。で、最近ね、こちらに今もそうなんですけどコメントたくさんいただいてて、なんでここでこうな大丈夫だ大丈夫だ、焦らずに、あと3分あるから。お茶のお茶、お茶、あれも飲む、アメちゃん大丈夫、アメちゃんある大丈夫、うん、ありがとうございます。本当に皆さんなんかもういろんなコメントいただいて、本当に全然ちょっと対応しきれてなくて、まみこもすごいテンパっちゃってるんですけど、あ、インスタグラムもしてますし、あとライブそうですね、ライブ配信またやりたいと思ってるんですが、だがしかしちょっと、そうね、なんかそのコメントをたくさんいただいてるんですけど、全然お返事できてなくて、インスタとかもねなんかたくさんいただいて、ちょっとインスタの方の DM とかはもう申し訳ないんですけど全然追いついてないので、もうクローズしちゃっていて、見れてなくて、申し訳ないんですけど、基本的に質問いただいてるものとかはこっちの YouTube のコメントの方ではお返してますので、俺が今大丈夫、マルコお茶飲んでる、なんかクルトラさんに行って、ありがとうございます、ありがとうございます。ミノアカスミノアカスローブさん、スローブね、スローブさん、はい、はい、ありがとうございます。そう、で、なんかさっきのコメントの話なんですけど、やっぱりコメント返したい、全部返したいんですが、もう返してると動画を作る暇がなくなっちゃって、それはなんかちょっと違うんじゃないのかなって思って、僕らも返せないのはもう心苦しい中でも、もうそれはそういうふうに選択していくしかないなと思ってやってるので、どうかご理解、でも全部読んでありがたく読んでますんで、ありがとうございます本当に。はい、であともう残すところ1分ないので、すいません、はい、じゃあ閉めていただいて、まみちゃん、あ、そう、はい、ということでこの後は、ビデオプレミアの方に移ります。でそっちではまたチャットは私も参加して、ちゃんかチャットして、じゃあ参加してチャット、フローのポイントありがとうございます、ありがとうございます。なので引き続きそっちで一緒にこう、私が映ってるわけ、あ、映ってる、動画に映ってるので一緒にお話できればと思ってます。
ということで、はい、あ、やばい、もう本当あっという間だね、はい、あっという間、ありがとうございました。じゃあこの後引き続き、ライブじゃあ、プレミア動画の方でそのまま多分あの自動で行くはずなんで、この、はい、ここのままこうって見てるとピヨーンと多分、はい、動画が多分わかんない、やったことないから、はい、じゃあまた、はい、じゃあ後